ピタゴリオはギリシアサモス島にある町であり、サモス市を構成する行政区。かつてはティガニという名であったが、この町出身の偉大な数学者にして哲学者であったピタゴラスにあやかり、1955年に現在の名称に変更した。ピタゴリオのうちは古代の都市国家サモスの中心であり、ピタゴリオの港は人口の港湾としては、 地中海最古のものと考えられている。港湾や選手ポリュクラテスの宮殿跡などを含むピタゴリオの遺跡は、ヘーラー神殿跡と共に、サモス島のピタゴリオとヘーラー神殿の名で、ユネスコの世界遺産に登録されている。ピタゴリオの町は、サモス島島東南岸に位置し、サモス島の中心地区であるサモスからは西南へ、約8キロメートル離れている。 サモス島と大陸島を隔てる海峡に面しており、対岸 6.5km にトルコ領がある。ピタゴリオ地区は、旧ピタゴリオ市にあたり、カリクラティス改革によってサモス市の一地区となった。ピタゴリオの他複数の集落を含み、1 6 4 7 k ルとサモス島最大の面積を持つ、ディモティキエノティタである。区域には、ヘーラー神殿。 サモス国際空港サミオプーラ島などが含まれる。ピタゴリオの町の西、ピタゴリオ地区の中央部には、山がちなサモス島で最大の平野が海に向かって広がっており、空港も所在する。ピタゴリオ地区には人口600人以上の集落として以下がある。ピタゴリオの町は地区の東部に位置する。地区で最大の集落は、 ピタゴリオから北西約 4.8km の距離にあるミティリニーである。旧ピタゴリオ市カリクラティス改革以前のピタゴリオ市にあたるピタゴリオ地区は以下のキノティタ及び都市集落から構成される。表中のデルタ。デルタはデルタイタミュータウヨタカッパデルタイオタアルファミューローイオタシグマミューアルファの略でありカポディストリアス改革による 後配合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。ありがとうございます。